スノーマンソレスのゴールデン初回の見逃し配信再生回数が TBS 歴代最高記録。4月からゴールデン帯に進出したスノーマンの冠番組、それスノーマンにやらせてください、TBS 系。28日放送の初回2時間 SP、9人ダンス日本一決定戦の見逃し配信の再生回数が、バラエティ番組の初回配信として TBS 歴代最高を記録した。それスノーで TBS 歴代最高記録初回は、スノーマン、日本一の高校ダンス部、そして芸能人ダンス選抜チーム、世界一の最強小学生ダンサーチームという4チームの本気のダンス対決は大きな反響を呼び、ツイッターで日本、世界のトレンド1位を獲得した。さらに、見逃し配信の再生回数、前後編の合計は、放送後の配信開始から1週間、4月28日から5月5日で、バラエティ番組の初回配信としては TBS 歴代最高となる104万回を記録、民放公式テレビ配信サービス、TVer、TBS フリーでの合計値5月7日自社調べ。